リトークは香港の行政区画の一つで深海の一部。ランタオ島香港は半島と236の当初から構成されるが、そのうちリトークは香港の南から西南に位置する大小およそ20の島から構成される。香港の行政区中、面積は最大の16%、人口は最小の2%であり、住民の平均年齢は3番目に低い。 最も低い人口密度から、香港島や九流よりも伸び伸びとしたライフスタイルで注目されている。香港の多くの島は離島区に属さない。最も有名な香港島は離島区以外の4区が占める。離島という用語は離島区の島を指して使われる傾向がある。ランタオ島北東部と馬湾は管理上の理由と湾からの物流への依存のため、 伝統的にワンクに属している。聖衣島はかつてワンク、現在は青い青くに属している。最高の島々は最高区に属し、赤門海、ソアの諸島は王北に属している。香港国際空港にほど近いランタオ島北部の東ユー、赤角は新しいニュータウンである。ユケ湾ワンはランタオ島東部の大きな個人住宅辞書である。 ランタオ島の梅かと、大沖、長須、ラマ島、ツボスの合計人口は、それ以外の地域のすべての合計よりも大きい。ありがとうございます。